ゾックとは、アニメ、機動戦士ガンダムに登場する、ジオン公国軍の水陸両用モビルスーツです。モビルスーツとしては極めて異例の前後対称の姿をしており、これは水中での機動性能を上げるためと言われていますが、実際のところ、機動性が低いため、運動性が高い敵には全く対応できなかったためと言われています。そのため、移動放題的な運用が求められ、全身に9門あるメガ粒子砲を連射させるために、ザクの4倍のジェネレーター出力を誇っています。脚部には歩行能力がないと言われ、熱核ジェットエンジンによるホバーで移動を行いますが、重心が上半身に集中しているため、本当にホバーが可能だったのかは疑問が残るところ。緊急時は、脚部スラスターによる飛行も可能で、カタログスペックではジャンプ力はザクの数倍と言われています。ゾックを見たシャアーズナブル大佐に、こんなモビルスーツ使えるのか?見かけ倒しでなければいいのだがな。などと酷評され、ジャブローへの侵入路を発見するものの、潜入時以降目立た戦果を上げていません。最後撤退するシャアノズゴックを援護中に、ガンダムに瞬殺されてしまい。このことが、当時の、ゾックは弱い、という風潮のもとになったと言われています。ガンプラもそれほど優先度が高い方ではなかったので、入手しやすいキットでした。ちなみに私が初めて買えたガンプラもゾックでした。どうしても中学生とかにはおもちゃ屋ではかなわないので、立場の弱い小学生は人気のないキットから手に入れるのがお決まりでしたね。先ほどおもちゃ屋ではかなわないと言いましたが、誤解のないように言っておきますと、中学生の方がお金を持っていたという意味ではなく、単純に喧嘩が強かった、という意味ですね。当時はガンプラブームと並行して、突っ張りブームの真っ盛り、学ラン着てうんこ座りしてる中学生がおもちゃ屋の前でたむろしていると、小学生は怖くて中へ入れなかったのです。というか、近づくとカツアゲされます。怖い怖い。さて、当時私はゾックのことを宇宙用モビルアーマーだと勘違いしていました。お前、何言い出してんの?と思っている方が大半だと思いますが、年配の方は、ああ、あのことか、と、気づいたはずです。実は私、機動戦士ガンダムの初回放送は見ていません。アニメのプラモは等に卒業、戦車や戦闘機ばかり作っていました。まあ、他の小学生もアニメとか卒業してましたからね。それが、いきなりのガンプラブーム。以前小学館の学習雑誌で告知されていたアニメだと思い出したのは、夏休みにアニメの再放送が始まってからでした。しかもランバラル編だけ。ビデオも DVD もありませんから見返すことはできません。運欲冒険王という雑誌の付録で連載されていた、漫画版のガンダムを友達から借りて読んでいました。今では岡崎雄版として有名な漫画です。どんな話かというと、かなり男らしいというか、攻撃的で人が変わっちまったアムロレイ。ギレン総帥の演説では、拳でモニターを叩き割るアムロ。空を飛ぶ無才。グフの部隊を瞬殺され、あまりの展開にアムロに逃げ腰になるランバラル。ゴックを踏み潰すホワイトベース。ズゴックではなく悪態に乗ってやってくるシャア。そして、キシリアからマクベに与えられたのが宇宙用モビルアーマー、ゾックでした。ドズルも宇宙用モビルスーツ、ズゴックの部隊でガンダムを攻撃。ゾックはガンダムを高速で翻弄しますが、ビームサーベルの二刀流で倒されてしまいます。ドズルの乗る無才も半壊のゾックにぶつかり爆発。アムロが最後に言ったセリフが、来るなら来いジオン軍。ガンダムがある限り平和な宇宙をお前たちの勝手にはさせんぞ、でした。キットは当時600円。今でも600円クラスのモナカキットでは最大のボリュームを誇ります。プロポーションも良好で、物合いが別パーツになっているので、両面テープで好きな場所に貼ることができます。当時は、両面テープ自体を見たことがなく、米粒で割り付けたりしてましたね。型にちょっとしたスライド機構がついていますが、ピンが細いため簡単に折れます。構造上ここが折れると修復は困難で、型を接着して固定というのがお決まりでした。ファーストガンダムのキットでは、現在唯一マスターグレード化されていません。キット化されるかどうかはちょっと疑問ですね。追伸。長いことこのシリーズを見てくださっている方で、特に、年配の方とかは、あれ?ブームの時期間違ってない?とか思っている方もいるのではないでしょうか?私の実家は超田舎ですので、基本的にブームとかは、リアルタイムで来やしません。都市部でブームが過ぎ去って、売れなくなったり、あぶれたりした関連商品が、末端の悪徳卸業者によって、地方にも回ってくるようになってからブームが始まるので、ひどい時には2、3年ずれがあるのです。インベーダーゲームとか、中古が出回るようになってからでしたしね。テレビの電波状況といったら最悪で、山に住んでるやつとかは、NHK しか映らないとか言ってましたからね。